ロバート・ブルームは南アフリカの個人類学者アウストラロピテクス・ロブストスを発見したことで知られる1866年イギリスのスコットランドペーズリーの貧しい家庭に生まれるグラスゴー大学に進学しそこで医学を学ぶこの時教授のアシスタントとして世界中を旅する1892年にオーストラリアを訪れ そこに生息する独自の野生動物から哺乳類の起源に興味を抱くようになった。1895年に学位を取得。1897年、南アフリカへ移住する。ステレンボッシュ大学に教職を得たが、ブルームは進化論を強く主張したため、大学内で感触に追いやられてしまう。ブルームは次第に哺乳類系爬虫類を中心とした。 古生物学の研究に没頭するようになる。1920年には王立協会フェローに選出される。1925年にレーモンド・ダートがアウストラロピテクスの発見を発表するとダートを称賛し、ブルーム自身もアウストラロピテクスに強い興味を示すようになった。1934年、医師を引退してトランスバール博物館に職を得て、 エンジン発掘のチームに加わった。1936年、70歳にしてアウストラロピテクスの研究を始める。同年、スターク・フォンテインでアウストラロピテクス・アフリカヌスの化石を発見。1938年、クロムドライで世界初のアウストラロピテクス・ロブストスを発掘した。これは、ブルーム最大の功績と言われる発見であった。 1947年、ブルームらは、スタークフォンテーンで、ほぼ完全なメスのアウストラロピテクスアフリカヌスの頭蓋骨を発掘する。ブルームはこれにミススプレスと名前を付けた。また同年には、肋骨と大腿骨の一部も発見した。イギリスの科学者、グロスクラークが、ダートの発掘した化石を調査し、正式にエンジンの化石であるとの説を示した。 これにより、アウストラロピテクスが、エンジンのものであることが公に認知されるようになった。1925年にダートの発掘した化石も、アウストラロピテクスに属することが認められた。1948年、ブルームラは、スタークフォンテーン近くのスワートクランズで、アウストラロピテクス属とは異なる化石を発見する。ホモエレクトスの化石であった。 化石の発掘現場には常にスーツを着て現れるなど、風変わりな人物であった。70歳を過ぎてから、世界的な大発見をするという、この行動力は高く詳細されている。ありがとうございます。